ナンバーアイ香水イベント CM 上映取りやめ、ファンの期待に水を差す安全性を考慮した決断に賛否。香水ブランド、イブ・サンローラン・ボーテの最新香水、リーブラを PR するために結成された新ユニット、ナンバーアイが、表参道ヒルズでのイベントでの CM 上映を取りやめたことが発表され、ファンの間で賛否の声が上がっています。 安全性を考慮しての決断とされていますが、その影響や背景について詳しく見ていきましょう。イベントの経緯化粧品ブランド、イブサンローラン・ボーテは、新しい香水、リーブラの PR の一環として、新ユニット、ナンバーアイによる動画を使用したイベントを開催していました。このイベントは、雑誌、ウックジャパンの公式サイトで動画が公開され、 同時に表参道ヒルズで実際に香りを体験できる特別な空間も提供されました。初日から多くのファンが集まり、その熱狂ぶりは21日には混雑が予想され、動画の放映が見合わせられるほどでした。しかし、22日になってイベント主催者はお客様の安全性を考慮し、動画上映を終了させると発表しました。 この決断は予想される来場者数と混雑が原因とされています。ファンの反応ファンからの反応は賛否両論です。一部のフォロワーは理解を示し、残念ですがしょうがない安全第一で良い判断だと思います。とコメントしています。一方で上映終了によりイベントを楽しみにしていたファンは改めてナンバーアイの人気の凄さを痛感します。 といったコメントを寄せ、期待と失望の入り混じった感情を表しています。特に動画のクオリティに関するコメントが多く見られ、最高にかっこよい動画だったので、ぜひ現地であの空間で見てみたかった。地上波で流れても画面から離れられない自信あります。それぐらい破壊力のあるムービー、といった声が目立ちます。 この反応はナンバーアイのパフォーマンスが高く期待されていることを示唆しています。メーカーのコメント、イブ・サン・ローラン・ボーテの公式アカウントは、X 日に更新したツイートで、イベント主催者としての立場から、混雑のためお客様の安全性を考慮し、終了させることになりました、と述べました。彼らは上映終了に関してファンに対し、 楽しみにしていただいた皆様には誠に申し訳ございません。と謝罪の意を表明しています。また、これに対する今後の対応や代替案については具体的な言及はありませんでしたが、今後の展開に注目が集まります。背景と影響1、予想以上の反響。 ナンバーアイは、平野紫耀、神宮寺勇太、た、岸ゆ太の3人からなる注目の新ユニットです。そのため、予想以上の反響やファンの殺到は考えられていました。特に、表参道ヒルズでのイベントは初日から多くのファンで賑わい、これが混雑を引き起こす一因となりました。2、安全性の重要性。 一方で、主催者が安全性を最優先に考え、混雑を理由に上映を終了させたことは、イベントの成功以上に重要です。特に、近年の感染症流行を考慮すると、集まる人数の管理と安全確保が企業や主催者にとって非常に重要な課題となっています。そのため、この決断は一定の理解を得ることができるでしょう。3 ファンとのコミュニケーションの重要性。一方で、ファンとのコミュニケーションも欠かせません。上映終了に対するファンの失望や期待を無視することはできません。メーカー側は、今後の対応において、ファンとのコミュニケーションを大切にし、代替案や保証についても検討する必要があります。ナンバーアイによる、リーブラ、の香水イベント CM 上映取りやめに関する騒動は、 ファンの期待と安全性のバランスを問うものとなりました。イベント主催者の決断は安全性を最優先に考えたものであり、その点では一定の理解を得ることができます。しかし、今後はファンとの適切なコミュニケーションや代替案の提案が重要となります。ファンの期待に応え、同時に安全性を確保することが成功への道であると言えるでしょう。